ののです。糸切りバサミの使い方や切れない時の対処法についてレッスンしていきます。糸切りバサミの使い方はこのように持って先端で糸を切っていきます。この辺りで切ろうとしたりすると切れない時もあります。だいたい1センチぐらい、先端から1センチぐらいのところですね。このようにして切ってください。使い方で切れなくなる一番の原因は、これは糸切りバサミですよね。糸を切るためのハサミなんです。例えばちょっとあるからといってビニールなどを切ってしまったり、それからこれぐらいだったらいいだろうってリボンとか切ってしまうと途端に切れなくなります。あくまでも糸を切るためのハサミです。小学校の家庭科の教材としてお裁縫箱に入っているこのタイプの糸切りバサミはまず安全面を考慮されているので、先端のこの刃物っていうのは刃がついてないような状態なんですね。切ろうとしてもこのように入り込んでなかなか切れないんですね。このタイプは本当に切れないです。切れないので、このタイプで糸切りバサミが嫌だって思われる方はやはり新しいものを買い替えていただきたいと思います。切れなくなった時に自分で研ごうかなと思ってどうやったら研げるのか検索なさってる方もいらっしゃるんですけれども、それは現実的ではありません。まずは業者の方に出していただくか、これからお伝えする対処法を試してみてください。切れない切れないって言っても細いものを切ってるので、年数的にとか使用頻度とか普通に一般的に使ってたら切れないんじゃなくって、この形状がこう合わなくなってきてるんですね。こんな風にして切れてるんですけど、そこが合わなくなってるんですね。それでまずはこれ左から右の方にこういう風にかぶさっているんですけど、それをちょっと逆にしてこういう風にしてギュッて戻してもらうと切りやすくなったりします。時間に余裕があるのであれば先端気をつけながら輪ゴム2本用意していただいて、先ほどはこういうふうに反対にしてって言ったんですけど、これこのままこのままですね、ギュッとやってこちらの方で、危ないんですけれどもぐるっとこういうふうにして締めていただきたいんですね。そうするとこれぐらいで大丈夫です。締めていただいてしばらく置いていただくと、ここがキュッと合わさるので先端切れやすくなります。早ければ30分ぐらいでも大丈夫です。このまま1日置いてもらっても大丈夫です。元に戻すということです。この2つの方法を試していただいても先端切りにくくなっているようであれば、刃物屋さんの業者の方に出してください。おすすめは手芸品店や専門店で売られているものですね。鋼のタイプとステンレスタイプありますけれども、このような先端から5センチ、約5センチぐらいの刃先、刃がついているものですね。こちらをおすすめします。短すぎるのも売られているんですけれども、それは用途によって、それが必要であればっていう糸切りバサミなので、一般的にはこの5センチぐらいのものをおすすめしています。